何も知らなかったからね。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。僕の今年のテーマ、そう、一つのところに命をかける、一生懸命頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。一生懸命松岡。